いや、焦げたパンもたまにやったらうまいで。生まれてきてごめん。え？いや、一回ミコがすんはしゃあないやん、私やから。でも次はもっとうまく焼けると思って勢いよくパンを捨てて、その次もっと真っ黒に焦がすとか。終わってるやん、専業主婦やない。専業でパン焦がしてるってことや。パン焦がす専門家ってことや。専門家か、なるほどな。っていうかさ、次はもっとうまく焼けると思って思ったその考えが終わってるよな。勢いよくパン捨てたその勢いがアホ。未来は常にパンよりも真っ黒でしかないのに。でも外晴れてんねんで。ほらこんな晴れてんねんで。結局はそういうことやねんな。こんなに外が晴れてるのに、ほんまにアフリカの子供たちに申し訳ないわ。アフリカ？だってさ、焦がしたパン1枚分のお金があれば絶対もっとアフリカの子供たちに焦がしたパンあげてたやん。そこは焦がさんでいいやん、普通のパンしようや。でも私のことやで、絶対そこでも焦がすと思うねん。わけのわからんアフリカのサバンナの奥地で絶対トースターもないやろうし、直火、直火に、裸足に、サバンナに、私パンなんか焼いてる場合ちゃうやん。でもそれさ、焦がさんかったらめっちゃ楽しいんちゃうな。もう焼きたてどころか、なんか普通のパンも食べたことない連中やで、絶対喜んでくれるってな。それやろうやな。どこの国にする？シオラレオネ。シオラレオネでしょ。あそこ最近まで内戦やってたし、なんか最近はもう大統領も決まって安全やけど、なんか民主化して間もないしさ、なんか国民のなんか字書ける率って、あの識字率、それもなんか半分以下らしいで、絶対喜んでくれるって。シオラレオネってさ、今一番エボラ熱で危ない地域や。いや、でもそのエボラ熱もなんかこう一回かかってみたらどうなるか分からへんやろ。そういい経験になるって。俺なんかこうエボラ熱とかにかかることで得られるもんって絶対あると思うね。得られるもんって、てか遅刻ちゃん。ああ、うん。何の計画性も実行性もない話してて遅刻するとか終わってるよな。ってさっき部長に電話しといたし、今日も妻が可愛いからすいませんって。可愛さまでも。え？パン焦がすしか脳のない私が唯一持ってるこの可愛さまでもあんたなし引っ張ってんの。もう終わってるやん。すべて私の責任です。ありがとうございました。戦争も、貧困も、あんたの遅刻も、示談の頭突きも、バラエティでのサッカー選手の変なノリも、全部私のせい。もうすいませんでした。そやな。あ？いや、京子の影響力はすごいよ。この世界の全ての鍵を握ってんねん。京子が世界を変えんねん。俺な、幼稚園から今まで無遅刻無欠席やってんけど、今日初めての遅刻すんねん。そんな大記録に歯止め？そう。通勤の時間帯変えるとさ、周りの景色って絶対変わるやろ。俺今からドキドキしてて、今日どんな景色が見えるんやろって楽しみでしゃあないねん。京子が俺の世界をこういう風に変えてくれて、ありがとうな京子。 Thank you 京子。 From everyone。 そろそろ行くわ。今日プレゼンやね。社運かかってるからな、絶対遅刻は許されへんねん。
会社行くんや。うん。なんで？私といるんが楽しくないから。え、仕事やで。仕事やろ。仕事行くのになんでそんな楽しそうなん？え、だって仕事は楽しいから。仕事が楽しい、仕事が楽しいなんて聞いたことないで。なんちゅう感性してんねん。上司に嫌味言われて、取引先からきつく当たられて、地べたを這いつくばって、頭をこすりつけながら土下座して、でみんなの足の裏舐めて回るのが仕事やろ。京子が思ってるほど谷口部長は嫌な人ちゃうよ。誰よ谷口部長って。谷口部長はな、めちゃめちゃおちょぼ口やね。もう口がこう SD カードぐらいしかないね、あの 4GB のやつ。でも全然気にしてあらへんね。知らんし。おちょぼ口の人ってさ、大体性格悪いやん。でも谷口部長は全然そんなことないね。いや、むしろおちょぼ口の中では一番いい人だと思うわ。でもおちょぼ口の中では全然おちょぼ口の方ではないね。商談相手の勝村物産もな、たまにきつい時あるけど、あれはもうほんまにこっちのことを考えてくださってのことやからな。だから俺もなんかこう殴られたりしてる時とかもう全然苦痛と感じたことないもん。むしろ嬉しいくらい、なんかもうもっともっとってこういうそういう感じがするな。何、どういうこと？いや、なんかあそこってさ、ああいうこう赤字でイライラしてるからそういうことするんじゃなくて、なんかもうほんまに愛のムチやね。いや、勝村物産ってな、ほんまあそこむちゃくちゃ赤字やねん。まあ、でもそれもちゃんと公表したらへんけどな。そんなんただの粉飾欠損よ。いい意味でな、いい意味での粉飾欠損やん。いやー、俺ほんまに職場関係のなんか人間関係はほんまに恵まれてるからな。じゃあ選んで、私と仕事とどっちが憂鬱なの？え？京子と仕事？そんな、動物園か遊園地かどっちか選べって言われてるようなもんやん。困るわ。臭いか並ぶんか、どっちも最悪やな。でも京子とおるときが一番楽しいで。何が？どこが？私のどこに楽しい要素がある？なんて言ったらいいかな。京子はなんか俺と違うから、こうネガティブでは全然ないね。むしろポジティブやね。こう陽気で明るいね。な？でもなんか俺よりはちょっと慎重なとこあるから、なんか俺が楽観的に見てることを、なんかあ、そんな考え方もあったんやってこう思ってもない角度から否定してくれる。なんかそれがもう毎回新鮮で、もう毎日京子は何言うか楽しみでしゃあないもん。まああと顔が好きっていうのもあるしな。あと出会った時外晴れてたやろ。そこやね。今日だってほら晴れてるやんな。結局はそういうことやね。まあ、だからさ、今日のプレゼンだって別に休んでもいいで。いや、そこまで言ってない。いやいや、京子が仕事を楽しそうにしてる俺を見るのが辛いんやったら、俺もっと辛い仕事に変えるよ。いや、だからそこまで言ってないって。いやいや、いいよ。辛い仕事に変える。辛い仕事、そやな、肉体労働、ガテン系とか、マラソン、そう、マラソンランナー、俺マラソンランナー目指すわな。結局あれが一番しんどいやろ。でも俺体動かすの好きやしな、オリンピックとかですぐ金メダルとか取ってまうよな。そうなったら今日辛いよな。なんか俺1位で走ってる時とか笑ってまいそうやもん。そんなん京子テレビで2時間見てんの耐えられへんやろ。じゃあ逆にあの事務系の仕事とか、ほら一日中でパソコンの前に座ってさ、ほら絶対しんどいわ。でも俺パソコンも勉強したいと思ってたしな。これそれはそれで楽しいよな。なんかこうさ、人間こう知らんことを身につけていこうとするのってめちゃくちゃ楽しいやん。
例えばこう学校でなんか授業を受けたりとか宿題してる時とかってなんか人生であれ一番楽しかったやろ。そんなんがまたできると思うとさ、ワクワクしてくるやんな。そう考えるとさ、こう辛い仕事ってあんの？これ辛い仕事があらへんやんな。どうしよう京子、辛い仕事教えて。これ辛い仕事がないな世の中。うわあ、世の中なんでこんなに素晴らしいね。おい京子、いってらっしゃい。